回数乗車券とは、交通機関が一定の機関内に、一定の区間を複数回利用する旅客に対し、任意の割引率をもって発行する乗車券や、金券の一種。一般には、回数券と呼ばれる。なお、交通機関以外のものについては、回数券を参照。一般的な普通回数券は、十一枚綴りのものが、普通運賃の十倍の値段で販売されるが、 事業者によっては、枚数や発売額が異なる場合がある。普通回数券のほか、利用日や利用時間帯が限られる代わりに、割引率の高い、時差回数券、と休日回数券と呼ばれる回数券なども存在する。利用区間が指定されている回数券と、車局線内のどの駅からも乗車することができる区間、運賃額面式の回数券がある。 回数券は一定区間を複数回利用する乗客のために割引をしている乗車券であるが複数人が利用しても問題はなく複数人で同区間を利用する場合の割引運賃としても利用できるこのことから金券ショップでは普通運賃よりも安い値段でバラ売りにしたものが主力商品の一つとして発売されているプレミア付きの乗車カードでの発売や 利用制限を設けたり、IC カードによる割引システムの導入に伴い、回数券の発売を廃止した事業者も存在する。JR 旅客各社における回数乗車券、JR グループにおいては、以下のものが規定されている。東日本旅客鉄道新秋津駅、府中本町駅間回数券表紙表紙そのものは乗車券としての効力はない。6枚回数券左、 緑の窓口にて発行。右、券売機にて発行。一般の回数券でも同様なお、特急券と乗車券を同一紙片ないしはそうみなして、新幹線各駅ないし周辺駅で発行される、新幹線回数券など特急券を含んだ回数券は特別企画乗車券である。また、特定の特急列車を定期券で利用する場合に、 回数券形式で発行される特別急行券も同様に特別企画乗車券である。代表的なものには西日本旅客鉄道が発売していた昼間と区割切符や JR 九州の2枚切符、4枚切符も本校でいう回数乗車券には当たらない。また東日本旅客鉄道では同社が提供するポイントサービス JRE ポイント会員が 事前に登録したスイカで1ヶ月20回、異常同一運賃を SF で利用した場合、利用した金額の10%相当を JRE ポイントで還元するサービスを2021年3月1日から開始しているが、これも既存の回数乗車券のサービスを踏襲したものである。過去には以下の回数乗車券も発行されていた。東京山手線内均一回数券施設 公営交通、第3セクターにおける回数乗車券私鉄など、JR グループ以外の鉄道事業者の中では、普通回数券として、普通運賃10倍の発売額で11枚綴りの回数券を発売しているほか、利用できる日や時間を限定して割引率を変更する回数券がある。例えば時差回数券は、平日の10時から16時までと、土休日の終日有効で、 事業者によっては、土休日は利用できない場合もある。さらに、土曜休日回数券といった、普通券、時差回数券よりは引率卒の高い回数券もある。また、広南鉄道や、ゆりかもめ、伊豆急行や東洋高速鉄道などのように、割引卒の高い事業者も存在する。また、青い森鉄道では、戸間別、北高岸領駅から JR 八戸線本。 八戸駅まで6枚綴りで3ヶ月有効の連絡ミニ回数券を発売しているほか、品野鉄道でも JR との連絡回数券、千曲川ギップを発売している。小田急電鉄では2020年4月から従来の回数券に代わり、小田急チケット10と称した10枚綴りの企画回数券を発売する。割引率は、 従来の回数券を踏襲しているが有効期限は1ヶ月短くなった。また、鉄道事業者によっては切符型ではなく実機カードや IC カード形式の回数券を導入している。利用するときは直接自動改札機に投入ないし、接触させるが複数人で同時に使用する場合は自動券売機にて紙の切符と引き換える。これらのカードは回数カード。 回数券カードなどと呼ばれる。仙台市交通局や阪急電鉄、阪神電気鉄道など、鉄道事業者によっては切符型の回数券は、廃止して、回数券をカード形式に限定し、切符型の回数券の発行を廃止したところもある。また、名古屋市交通局、愛知高速交通、名古屋臨海高速鉄道や遠州鉄道では、開通時から、または、 SF システム導入時にカードのプレミアムを回数券の代替と位置づけて回数券の発行を停止したり最初から発行していない場合もある。旧大阪市交通局ではそれまで区間ごとに発行していた回数券を廃止し地下鉄バス共通の回数カードと呼ばれる10%のプレミアムをつけた減額式乗車カードを発行しており大阪メトロとなった現在でも 利用区間を指定した回数券は北急連絡回数券を除いて発行していない。その一方で、これらの形式で回数券を導入した事業者であっても、特定の交通機関でしか利用できないことなどから、汎用性の高い乗車カードへ移行した事業者もある。東急世田谷線のみで利用できた世田丸や東急トランセの渋谷、大館山路線のみで利用できたトランスカードはいずれも、 パスモへ移行する形で廃止されている。有効期間は、ほとんどの事業者が3ヶ月間だが、1990年代初めまでは、関東を中心に1ヶ月間や2ヶ月間の事業者が多かった。新京成電鉄や江ノ島電鉄は2014年時点でも、有効期間を2ヶ月間としているほか、2020年4月からは、小田急電鉄も2ヶ月になる。 阪急電鉄と阪神電気鉄道では金額が同一の回数券については相互で利用できる。この相互利用は阪急阪神経営統合に伴うサービスとして打ち出された。ただし違う会社の自動改札機に直接投入することはできず乗車する駅の自動券売機であらかじめ引き換える必要がある。また、 両者とも2018年10月より自動券売機で回数カードを切符に引き換えた場合、その切符は引き換え当日のみ有効とすることに制度が変更された。乗り越した場合の生産方法を多くの事業者では、普通乗車券とは違って、回数券は利用区間が指定されており、その区間にある駅であれば、どの駅でも乗降者は可能であるが、下車駅がその区間に含まれない場合は、 同じ運賃であってもその区間の末端駅から下車駅までの普通運賃を生産しなければならない。例えば、JR 東海道本線の横浜駅から品川駅までを利用しようとして乗車券を購入したものの、恵比寿駅で降りる場合、普通乗車券で利用した場合、横浜品川間の普通運賃と横浜恵比寿間の普通運賃の差額の100円を生産すればよいが、 横浜品川間の回数券で利用した場合、品川エビス間の普通運賃160円を支払う必要がある。参考、横浜品川間290円、普通運賃プラス160円イコール450円相当、横浜エビス間390円。もっとも、JR の運賃制度上、分割購入の方が安い区間も多々あり、そのような事例で回数券を利用すれば、 実際に折りずとも分割した状態の運賃を適用することが可能である。例えば、このケースで下車駅が新宿駅の場合、品川駅新宿駅間の運賃200円を生産することになるので、通常運賃550円のところ490円相当で乗車できる。ただし、東京地下鉄、都営地下鉄、 横浜市営地下鉄、東急電鉄等や関西の私鉄、地下鉄などでは、上記の利用区間指定式ではなく、区間運賃額面式の回数券を発行している。この場合、購入した駅に関わらずその車曲線内のどの駅からでも利用可能で、乗車した駅から額面以上の駅まで乗車した場合には、乗車駅から下車駅までの運賃と額面との差額を生産することになる。 ただし、有効線区は、発行元の車曲線のみで、普通乗車券の場合のように他線区から乗り入れた際の乗与分を生産額に含ませることはできない。例えば、東京地下鉄の渋谷駅から新橋駅までを利用しようとして、乗車券を購入したものの、西船橋駅まで乗り越した場合、普通乗車券で利用した場合でも、 170円区間の回数券で利用した場合でも、渋谷新橋間の普通運賃と、渋谷西船橋間の普通運賃の差額の110円を生産すればよい。なお、この方式を採用する事業者では、乗り越し額生産時に回数券を金券として使用できる場合がある。長野電鉄のように、窓口では、利用区間指定式、券売機では、 区間運賃額名式で発見しながら、生産時にはすべて利用区間指定式に準じた扱いを行う社局もある。例外として、仙北高速鉄道と南海電気鉄道との直通回数券の場合、南海線内の利用は中本駅起点での運賃で判断されるため、南馬駅中本駅仙北線内の回数券で、河内長野駅中本駅仙北線内での利用も可能であった。 事業者によっては、磁気券を2枚同時に自動改札機に投入することで自動的に生産処理がなされる場合もある。首都圏ではパスネットを導入していた各事業者が対応していた。最近は次期乗車カードの利用終了や IC 乗車カードの普及で大きくは告知していないが、この制度は現在も利用可能である。なお、回数券を使用しない方が安価に済むなどの事情が、 ある場合、回数券の利用を取り消して発駅からの運賃を別途支払うことを認める事業者もある。この場合、回数券は後日再利用できる。バス事業者の場合、先の JR グループ以外の鉄道事業者と同様に一定の区間を区切って発行する場合と、金券式回数券と称して、同一運賃体に有効な回数券を発行する場合がある。なお、 バス事業者の場合においては区間を区切って発行する場合と、金券式の場合とで有効期限に差異が見られることがある。また、金券式の一部は利用できる金額が発売額を上回る場合があり、乗車時に1回の乗車で全額を使い切ることが、道路運送法の運賃の値引きに該当するため拒否される場合がある。これは、事業者ごとに解釈が変わり、表紙などに N 枚以上の同時使用禁止と明示される場合を含め事前に確認が必要がある。バス会社や地域で独自の携帯の割引が設定されている回数券も見受けられるが利用期限が定められていたり特定日、特定区間、特定対象者しか使用できないこともある。また長野県のアルピコ交通では回数券は県面の10倍の発売額で13枚綴りの 金券式回数券のみ発売している。東京圏において発行されていたバス共通カードは個々の事業者が発行する金券式の回数券と同じように扱われていた。複数の事業者で共通利用できる回数券もあり、例としては2000年代以降は IC カードを用いた回数券も普及している。パスモは鉄道と共通して使えバス利用特典によって 1>, 1ヶ月のバス利用額に応じたプレミアを上乗せして、回数券の機能を踏襲している。なお、愛イコは、普通乗車券扱いであり、バスと相互利用できてもプレミアはつかない。なお乗車カード導入により、紙製の回数券の販売を終了している事業者も、円州鉄道、京阪宇治バス、福島交通、川中島バス等々存在している。 バス回数券の種類その他のバス回数券の種類旅客船、フェリー等においても、鉄道やバスと同様に回数券式の乗船券を発行している。多くは割引付きである。なお、フェリーにおいては乗船券相当の券を自動車高層券と称することが多く、この際の回数券は回数自動車高層券と称する。日本の航空会社の場合、かつては 回数航空券が一般に発行される割引率が高い切符として知られていた。また、鉄道事業者のものと異なり、記名式かつ切り離し無効であった。航空会社の回数券は、当初6回分を一冊とした回数券が全区間で発行されていたが、その後4回分で一冊とされた。後に、予約変更は深ながら前日まで購入できる。 特定便割引や早期購入割引等、回数券以外にも割引率の高い各種運賃が普及したことに加え、表紙幣を搭乗手続きの際に毎回見せる作業が、航空券の全面電子化の流れに対応できないこともあって徐々に縮小され、2008年度上半期の運賃から日本航空、全日本空輸ともに4回回数券を廃止したことで、 航空会社の回数券は全廃された。ただ、現在では、両社ともに自社のクレジットカード会員に限定して、記名式、日券編、90日間有効、自社便への変更化という回数券に類似した航空券を発売している。また、企業向けオンライン予約システムの契約先だけが利用できる、同様の回数割引運賃も用意されている。 回数券を払い戻す場合には、基本的に発売額から使用した枚数分を差し引いた額が払い戻される。例えば、1000円区間の11枚綴り回数券を5枚残った状況で払い戻す場合は、1万円から6000円を差し引いた4000円が払い戻し額となる。通常、これに手数料を差し引いた額が払い戻される。また、 事業者側の都合による場合や、新規路線開業などによる場合は、使用した割合に応じて計算する。発売額に残券を発券枚数で除した数を乗じた額が払い戻される。手数料は徴収しない。上記の例の場合、1万円に5、11を乗じた4545円が払い戻しの基準額となる。払い戻しには表紙が必要とする事業者もある。 なお、鉄道では、普通等により5日以上連続で列車の運行ができない区間を含む、回数券の場合、蒸気に基づく払い戻しのほか、有効期間を延長することもできる。パリメトロには、乗車券を10枚セットにした、回数券カルネがある。バルセロナ地下鉄には、乗車券を10枚セットにした、回数券 T マイナス10があるが、 地下鉄料金はゾーンごとに設定されているため、乗車できる区域ごとに t-10、T、1ゾーナや t-10、T、2ゾーニスなどの種類がある。ありがとうございます。